今日本でまさに自由と民主主義が危ない石原都政のそれ以降教育やメディアとりわけ教育に対するコントロールが強まっています局所的拍手ありがとうございますいやいやで安倍総理のもとでまさに憲法改悪3分の2以上まさに参議院で 憲法改悪の発議ができるその3分の2の獲得が参議院で残念ながらできてしまいましただからこそこの東京から自由と民主主義を一緒に発信できる知事を誕生させていこうではありませんか皆さん少なくない方が今度騙されていますなんだかあの小池さんという人は 自民党と対決するって言ってて言でもちょっと待っていただきたい自民党の人じゃありませんか大体いい自民党は小池候補を応援したらば親族まで処分すると言ってるんですねそれなのに小池さんは除名もされてないんですよおかしいではありませんかこんなまやかしの対決ポーズに騙されちゃいけない小池と名前が付いてるからといっていい人とは限りません 私のカウンターパート自民党の稲田智美さんという政調会長がおられます。ねえ、女性なら誰でもいいというわけじゃないパート2ですよ、これ。<laughs> このブログについてなんておっしゃったか。あれせえ、これせえ言う前に自分でなんとかせえと、こうおっしゃったんですよ。そんなね、 国民になんとか政党とけ声かける政治家なんていらないんです。政治っていうのは、困った助けて、その声が聞こえてきたとき、ああ、この人にそんな思いさせてて気づかなくて悪かったって、だからこれから何としても解決するからねって、そういう胸の痛みと絶対なんとかするよって。 政治家やってもらわねば困るんです、今回の都知事選挙、私はどう見ても鳥越さんしかいないんですよ、そういう政治やってくれる人私は、誰もが言えないことを言っております、私は東京都は、非核都市宣言、非核都市宣言をしたいと思っておりますありがとうございます。 皆さんはご存知でしょうか東京都は平和都市宣言というのはやっております。平和都市宣言とはやっておりますけれども、非核ということはやってません。核、非核というのは皆さんご存知でしょうか核というのはあの広島と長崎で多くの命を奪った核兵器のことです。この核兵器はもういらない。こんなものはいらないということです。オバマ大統領はチェコのプラハで 核のない世界ということを皆さんに語りかけてそのためノーベル賞をいただきましたじゃあ私は非核都市宣言をしたら何賞もらうんですかね <laughs> ノーベル賞はいりません私は皆さんの賞賛をいただきます皆さんの拍手をいただきますそれで結構ですありがとうございますそして私はもう一つ非核といった場合これは 長崎広島、長崎の核兵器だけの意味,をして意味を持っているわけではありません、実はもう一つ核の意味があるんです。原子爆弾は核分裂という時に起きるエネルギーを使って爆弾を作りました、しかしもう一つ、アメリカが発明をした大変な核,の核分裂の武器があります、これは原子力発電所、原発です。これも 原子力爆弾原爆と原発は同じなんですよ分、原理は同じです、核分裂というエネルギーを使って、一つは爆弾にした、一つは発電所にした、それだけの違いです、そしてこの共通しているところは、ですね人間の手にはこれは負えないものである、ひとたび爆弾が破裂したり、事故を起こしたりしたら、人間の手には負えないものである、これは私たち人類がチェルノブイリで見た、 現実、スリーマイル島、そして福島第一力原子力発電所で私たちが見た事実ではないでしょうか。そこで私は皆さんにぜひ、今日は聞いていただきたいことがあります。私は東京都民の命安全を守る意味を込めて、震災に備えて、震災に備えて、 に東京から250キロ圏内にある原子力発電所の停止および廃炉を原子力関係の会社、まあ原子力で、電力会社ですけれども、電力関係会社に申し出ることをここに公約いたします。